はい、どうもこんにちは。この動画ではシェイプをバインってさせるアフターエフェクツの基本的な動きを学んでいくことで、画面も同様にバインって感じで切り替える練習をしていきます。この動画を見るだけでもアフターエフェクツの基本的なモーショングラフィックスから映像にエフェクトを加えるやり方までシンプルに解説しておりますので、ぜひとも参考にしてみてください。ということで、まずはコマンド Y を押すことで作れる平面レイヤーを配置したこの画面から操作をしていきます。バインと動かすとはいえ、動きを作る前にやることがいくつかあります。現在タイムラインと呼ばれるこの時間軸に数字が並んでおります。これは秒とかフレームを表しており、ちょうどここで1秒で1秒間に24フレームあります。この表示を変えるときは青い数字をコマンドクリックすることでフレーム数だけとかに切り替えることができます。1秒間に24フレームの場合は12フレームで半分ですが、1秒間に60フレームの場合は30フレームで半分という感じで、フレーム数によって1秒間の作業量とかも変わってきます。設定を変えるにはコマンド K でコンポジション設定を開きます。ここでは画面のサイズとかも変えることができますが、フレームレートというところで1秒あたり何フレームにするかを決めていくことができます。例えば1秒間に15フレームにすると、たったの15コマで1秒になるので、速い動きを作るとカクカクとした印象になったりします。と、まあ今回は映画などでも使われる24フレームでいきたいと思います。シェイプツールから楕円形ツールを選択して、これをダブルクリックして画面いっぱいに楕円を登場。色は今回は分かりやすいように黄色にしておきます。このコンテンツの楕円形にある楕円形パスからサイズを変更していくことができます。このチェーンのところを外しておいて、サイズは縦と横を100にしておきます。チェーンをつけておくと縦と横の比率が固定されて、自由にサイズを変更しても円として機能することができます。さあ、そしたらこの円のシェイプをバインと動かしていきましょうか。その前に具体的な基準となる線があるとやりやすいので、この画面表示のメニューからプロポーショナルグリッドというのを選択して、画面内にグリッドを表示しておきます。これを使うと均等な位置にシェイプを配置したり、画面の構造を作るときに参考になります。そしたらいよいよこの丸を動かしていきます。位置を表示しておきますが、今回は最終的に真ん中で止まる動きを作りたいと思います。ということで、1秒の地点で位置のストップウォッチを入れておいて、キーフレームを入れておきましょう。そして一番最初のところにインジケーターを持ってきて、画面の左外にボールが行くように位置の X 軸を動かしておきます。こうすることで、最初の画面左外のキーフレームから画面の中央で打ったキーフレームに向けて時間が進むため、丸い形が中心に向かうようになります。まるでパラオの国旗のようですね。他にもキーフレームを打ってみましょう。キーフレームのちょうど中間である12フレームの地点にインジケーターを持ってきます。そしてこの位置の X 軸を右に動かしていって、プロポーショングリッドに合わせてみましょう。さあ、これで再生してみると、一旦右に動いてから跳ね返って真ん中に止まる動きが出来上がります。では今度もまた中間の18フレームの地点に移動しておいて、プロポーショナルグリッドに合わせて左の方向に振っていきましょう。さあ、するともうお分かりの通り、丸い形が左から登場してからバウンスして中心で止まる動きが出来上がります。あとはもう同じなので中間に打っていくのですが、ここでお気づきかもしれません。最後の3つのキーフレームで間隔が同じになってしまっています。それぞれ3フレームの間隔なのですが、このキーフレームはドラッグすることで移動できますので、心配はご無用。さあ、これで丸い玉がバインと登場するのですが、このままだと全て速度が一定なので、もう少し滑らかに動かしていきます。全てのキーフレームを選択しておいてから、右クリックのキーフレーム補助の Easy Ease か、もしくはキーボードの F9 を押すと一発でキーフレームの種類が変更します。これである程度は滑らかになったのですが、このままだとどうやってもう少し自然なバインを作るかがちょっと分かりにくいかもしれません。そこで今度はグラフエディターを見ていきます。これを表示するとこんな感じで動きがグラフ化されて表示されます。グラフで見ると、この一番最初の箇所が全体的に勢いが足りないことが分かりますので、キーフレームの間隔を狭くしてみるとバランスが良さそうです。この山なりのグラフは速度グラフと言いますが、右クリックから値グラフを表示することもできます。値グラフでは左と右のグラフが値として表示されるので、どちらでもやりやすい方を使ったり、また両方のグラフで確認しながら動きを確認していきましょう。と、まあこんな感じでバインができましたが、勢いを加えるためにこのモーションブラーのスイッチを入れてみましょう。すると動きの激しさに応じて黄色い玉にブレが生じるため、より自然に近い表現になります。ということで、これで一通りのキーフレームアニメーションは OK。逆に中心からボールが動くようにする場合は、一発でキーフレームを反転することができます。
すべてのキーフレームを選択した状態で、右クリックからキーフレーム補助へと進んで、時間反転キーフレームを選択します。すると、さっき作った動きとは逆に、中心から黄色いシェイプがブルブルなってどっか行く動きが出来上がります。そしてこのキーフレームはコピーができますので、コマンド C でコピーをしておきます。そして一旦コマンド Z を押して、一つ前の外から現れるキーフレームのアニメーションに戻っておいてから、さっきコピーしたキーフレームをコマンド V で貼り付けておきましょう。すると左から登場したシェイプがブルブルっとなって左に消えていく動きができたりします。ここで動きが終わるタイミングで N キーでワークエリアを決めておいてから、右クリックからコンポジションをワークエリアにトリムというのを選択することでループする動きができます。シェイプの代わりに文字だったりロゴを使ってもいいかもしれませんね。とまあこのような感じで丸い玉を動かす練習をしましたが、これが一体何に使えるのかというと、こういったキーフレームアニメーションは実際の映像に対しても使うことができます。ということで続いてはバインを使って画面切り替え、つまりトランジションというものを作っていきましょう。新しいコンポジションの中には2つの映像クリップをあらかじめ挿入しております。この2つの映像の切り替えに先ほどの動きを使ってみましょう。ということでまずコマンドオプション Y で新規調整レイヤーを作成しておきます。調整レイヤーはまとめて下のレイヤーにエフェクトを加えたい時とかに使うことができます。キーボードの括弧を押すと今選択している箇所まで調整レイヤーの先頭が移動します。そうしたら次は下に配置した映像クリップ2つのピックウィップと呼ばれる渦巻きを引っ張っておいて、調整レイヤーの位置を動かすことで今接続した2つのクリップも同時に動くようになります。本当はヌルオブジェクトとかで動きを制御するのが一般的ですが、後でエフェクトを使いたい場合とかは今回のように調整レイヤーを使っても大丈夫です。ということで先ほどのシェイプアニメーションと同様に、この調整レイヤーに対して位置とスケールを表示しておいてから、それぞれ先頭のところでキーフレームを打っておきましょう。ちなみに下の映像レイヤーには2つともモーションブラーのスイッチを入れております。そして2フレームほど動かしておいてから、位置の数値をマイナス方向に動かして画面を左に振ってみます。この時同時にスケールとかでサイズを大きくしてもいいですね。そうしたら先ほどとは逆に、今度は徐々にキーフレームの間隔が広がるようにしていきながら、位置を最終的には元の位置に戻していきます。今回は 1920×1080 の画面なので、中心は 960×540 の位置に戻すことになります。さあこれで見てみると、画面が勢いよく震える動きが出来上がります。これらのキーフレームは全て選択しておいてから、 F9 で Easy Ease を適用していきましょう。これだと1つ目の映像が震えているだけなので、この調整レイヤーの動きが激しくなるところと画面の切り替えのポイントを合わせていきます。すると画面が揺れた後に次のシーンに切り替わるトランジションができました。こんな感じでシェイプアニメーションだと思っても、実は映像の動きとしても使われるわけですね。とはいえこのままだと映像が揺れた時に画面の端っこが黒くなって、映像としてあまり自然じゃないですね。そこで一つ目の映像に対してエフェクトのパネルからモーションタイルを適用します。アフターエフェクトのいいところは、エフェクトを適用したら細かい数値を調整することができる点にあります。モーションタイルを適用したら出力幅、つまり横方向に映像を複製する数値を300ほどに上げていきましょう。すると映像が複製されて横に増えていくのですが、ここでミラーエッジというところにチェックを入れることで映像が反転されて映像の切れ目がなくなります。揺れてしまえば複製したことすら目立たなくなります。2つ目のクリップも同様にモーションタイルを適用して、出力幅を増やしておいてからミラーエッジにチェックを入れると、同じく揺れても黒い部分が見えなくなります。また少し動きに変化を加える場合は、スケールのところのキーフレームは一旦削除をしておいてから、ここは3つほどでいいと気がつくかもしれません。つまり最初の大きさから徐々に拡大していって、そして再び元の大きさに戻る動きだけで十分です。ここでスケールを大きくする理由としては、最後のキーフレームを遠くに離してみるとわかるかもしれませんが、人物が前に進む映像とは反対にカメラが引いていく動きを作れるため、より空間が広くなって徐々に開放感が出る絵作りになります。とまあこのような感じで基本的な動きが作れるようになると、映像に対しても似たような動きを応用することができるようになります。あとはいろいろと遊びながら学んでいってみてください。ということでここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。